崎といえば、甘崎といえば、夏みかん。どうも、夏みかんです。はい、ということで、夏みな、今日な、髪の毛な、こんなに長いんやけど、夏み、今日な、髪の毛切りに行くねん。ショートにしようと思ってんねん、これぐらい。イメチェンしたいと思いまーす。なんでな、夏みがショートにしようと思ったかって、理由が二つあんねんけど、まあ一つ目は、桃色クローバー Z の桃高の子ちゃんが夏みかんは大好きやんか、髪の毛ショートの時とな、ロングの時とな、いろんな長さが今までいっぱいあるんやけどな、特にショートの時の桃高の子ちゃんがごっつ大好きなんよ。やっぱ桃高の子ちゃんのショートが可愛くってな、もうな、やりたすぎてショートに。二つ目の理由が、しんちゃんってな、多分な、夏みのことな、絶対ロングがショートか絶対らな、絶対ショートの方がいいと思うねん。夏み一回な、二年前ぐらいにショートにした時があったんやんか、ロングからショートに。その時にな、え、お前絶対そっちの方がいいで、ショートの方が。って言ってくれたことがあんねん。だから、夏みな、ショートにしようと思って。しかも、めっちゃいいことに、明日、しんちゃんと会う約束しとんのよ。ちょっと待ってな。内緒でショートにした時のしんちゃんの反応を動画に撮ろうと思って。あ、でも一応、じゃあしんちゃんに電話して、一回聞いてみるわ。うわー、出るかなー。しんちゃんって、ショートが、好きかロングが好きかどっちって聞いて、これロングって言われたらまた話は変わってくんな。ちょ、出えへんねんけど。しんちゃん、しんちゃん、出てくれ。なんで出えへんの？あ、今電話出れへん時はすまへんってきた LINE で。もう、しんちゃんったら、わかった。じゃあまた明日会えるの楽しみにしてるね。って送った。って送った。って送った。じゃあ早速、夏みかん、イメちゃん企画！レッツラーみかん！ショート、ショート、しんちゃん。はーい。今日はお友達のかりんの美容室に来てまーす。で、見て、夏みの今の髪の毛見て。こんだけ。やろ？あのさ、かりんに聞きたいねんけどさ、うちの動画に出てるスキピって知ってる？知ってる。しんちゃん。スキピがな、多分ショート好きやねん、多分。あ、そうなん？うん、だから、ショートにしようと思って今日。いい？いいよ。じゃあ、自分で髪の毛ちょっとだけ切るから、今から。え、行くで。え、ここやんな。行きます。はい、3、2、1。やばいやばいやばい、え、切れ味よ。ちょっとこれやばい。え、やばない？大丈夫やって。切れた。やば、何それ。ちょっと待って、こんな髪の毛になったらおかしいよな。いいよ、帰って。これでえぐいやろ。絶対えぐいやろ。 OK ということで、じゃあ今から切ってもらいます。はい、はい、お願いします。はい、みんな見て、夏みの髪の毛こんなに切ったから。じゃあ漏れなく抽選で一人にあげまーす。どうぞ。じゃーん。じゃーん。じゃじゃじゃーん。髪の毛切ってもらいました。ありっちゃん、夏みやで。夏み、なっちゃんどう？かわいい。じゃあ紹介してあげて。かりんの子供です。カリンの子供のお名前教えて。リトです。リトです。イエーイ。夏みの今から可愛いと思う好きなところ言ってください。カリンとリト。はい。うわ、アリア。ちょっくわ、アリア、やめや、アリは。うわ、アリア。ちょっくわ、アリア、やめや、アリは。でもリッちゃん、好きな女の子の名前何やったっけ？好きな子誰？好きな子誰？ラッちゃん。あー、ラッちゃんやって。好きな子、じゃあスキピし、スキピ変えようかな。 あ、これ写したらいい？かわいい。カリン、ありがとう、かわいくしてくれて。なのでまた明日しんちゃんのおうち特通劇するときにカメラ回します。ありがとう。じゃあ行ってきます。バイバーイ。バイバーイ。はい、みんなおはよう。かわいいやろ今日も。夏み自分でこれヘアセットしてん。今もうしんちゃんのお家のそこに来てるから、ピンポンってしたらしんちゃんやから。それでは今からしんちゃんに突然
あのしんちゃんに突が突がき待てしんちゃんところにドーンっていきます。え、ちょ、これ勝手に開けていい？しんちゃん、しんちゃんちょっと入るな。ちょ、しんちゃんなんでそんな遠いところに来て、こっちいいかな。しんちゃんちょっと来て。ちょっと暗いから電気つけて。何やねん、お互い取り合ってんのめっちゃなんか嬉しい。4本やな、うちら。じゃあうちのさ髪の毛見て。あ、はい、どう？もうちゃんとした反応して。髪の毛、はい、服装が気になるわ。おなんで？お前大阪感出すぎやって今日。だって今日ちょ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 兵庫県で来たん今日。昨日からカメラ回してんねん。しんちゃんの反応を見るために携帯回してんねんなあ、みんな。じゃあお前インスタ載せんなよ。見てんねん。ちょっと待って。お前そういうとこしっかり作り込めよ。お前うち昨日スマホ前インスタ載けちゃった。そんな考えてやるよお前。もうまあ、じゃあしんちゃんの反応は可愛いって言われました。怖いね。ありがとう。肩切んなそれで。なつみの、ショートカットしんちゃんのためにショートしてんけど、どうやった？可愛かった？だもな。なんで可愛かったって言って。だってお前これさ何回喋らせんこのネタ。いいかな。別になんかしんちゃんの方でもみんなあの髪の毛切った報告をさせてもらったんですけど。そうやね。お前もったいぶって報告ありますって言ってくれよ。お前のせいで一歩変なんだ。どうなったらお前のせいで。なんで皆さん見てください、しんちゃんの方も。あ、ありがとうございます。あんな昨日ショートにしてもらった時に美容師さんにもスキピノがショート好きやからショートにしてくださいって言った。そのスキピって公認ちゃうからな。その勝手に美容師巻き込むなよ。あ、ごめん、スキピじゃなかったわ。うん、ちゃうやろ。じゃあ中。なほかお前。気持ち悪いからすな、お前はほんま。しんちゃん、どうやったかちょっと一言言ってくれへん？おばちゃんすぎんね。だってほんま、俺とかが髪着てきた時と同じ感じなんよ。どういう感じ？え、なんかこうちょっとカールしてる感じ。なんだこれパッツンのさ、あのこの辺にウェーブしてさ、もうおばちゃん変にとかやめてうちガチ。これ大阪できすぎやってよ。それやめてうち兵庫県出身やから。もう一つ理由があんねんけどな。何？桃色クローバー Z の桃田かな子ちゃんが好きやからな。あ、同じな。ほんまに一緒の見せたか。え、見せたよ。だとしてお前顔のレベル違う。あ、違う違う。なんで？じゃあ最後は、うん、カエルピョピョピョミピョ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 。言うな、言うなお前。それ言ったら笑おう一緒に。なんで言えてへんの。手つなぐな、手つなぐな、手つなぐな。俺とかもう帰られへん。あ、ほけお前降りてへんやろお前。もうすぐ脱げる。これすぐ脱げんねんけど。何せまず買ったん。え、ママがくれてんねんこれ。あ、お母様。よかった、今度お母様出ていきませんか。お母さん、お母さん押しと聞いてます、僕のこと。押してくれてると聞いてます。ほんまにこれ夏美ほったらかしてお母さん今度デートできませんか。無理やで。お母様とのね、カップルちゃん寝られると思うんで。無理や。あ、でも見えてた、おうち、おっぱい見えてるか。スキピ大作戦大成功ということで、これからも、スキピのしんちゃんのために可愛くなろうと思います。わかった、しんちゃん。最後でピンと合ってる。しんちゃんからもなんか一言言って。お父さん、お母様、だから結婚前提の挨拶。アホか。結婚しまうぜ。俺も選ぶ権利ってあるんじゃんって言ってますけど、カメラ止まった瞬間俺ら絶対結婚しよう。アホかお前。言ったことないやろお前。ほんまお前詐欺やぞお前。言ったこと今デジタルタトゥーってやつやお前。はい、あ、うちの今日見て、また増えと思えて。これもう意味分かってるのに、ね、はっつけんなよお前。ほんま可愛いやろ。ほら、あ、ブラ見えた、ごめん。いや、それよりお前顎の肉がすごすぎる。嘘やろ、顎肉がもう。ほんま無理やって、ほんまに。それじゃあ、お前見えへんとこ、せーの、めちゃ大成功。おろい。